沢、はい、では大沢さんにジャンジャン。驚きのあまり大沢の声が裏返って なんだ大沢が進めている研究は極秘扱いのはずだ。それなのにどうして渋谷署の刑事が知っているのだろう、うん、大沢は激しく混乱した。大沢さん質問しているのはこちらで、将棋さんに抗ウイルス剤を持たせたんですが、質問の意味がわからない。大沢さん、犯人グループの本当の狙いは、本当の狙いは、刑事の言葉を聞いた瞬間頭の中が真っ白になった。大沢さんどうしました。電話の向こうからしきりに呼びかける声がする。思わず一方的に電話を切ってしまった。なんで切っちゃうんだよ。動揺してか、うん、大沢はフラフラとした足取りでリビングを出た。梶原に呼び止められた気がするが、とにかく書斎に逃げ込みたかった。はい。ええ、ちょっと待てよ。胃薬を通常の3倍ほど口に放り込んだ。部屋に水がなかったのでそのまま錠剤を飲み込む。可能、胃薬がびっくりした。可能という刑事の言葉を思い出した。3倍も飲むってなあ。だけどさっき睡眠薬の胃薬か、そうそうそう、3倍も呼んだらまずいんじゃない。ねえ、ハンニングループの本当の狙いはひとみさんだったんです。逆に胃を荒らしてしまいそう。瞳が狙われる理由は一つしかない。誘拐事件の全貌が見えてくるとどっと油汗が噴き出してきた。全ては6日前の事件から始まっていたのだ。6日前、4月22日、大沢がアメリカから帰国した翌日のことだ。研究所の一般研究棟で仕事をしていると携帯電話が鳴った。液晶画面には非通知と表示されている。少しためらいつつも電話に出た。もしもし、大沢健二だな。ボイスチェンジャーを通したような声だった。うん、ボイスチェンジャー、声変えるやつね。資金力や技術が必要となる。はい、そうですが。大沢は眉をひそめた。瞳の血液を調べてみろ。血液を調べなければ瞳は死ぬ。それだけ言うと電話は切れた。いたずら電話とは思えないような迫力があった。大沢はすぐに瞳を研究所に呼んだ。どんなボイスチェンジしてんやろね。低い声かな。瞳には実験のために血液を分けてほしいと頼んだ。特に何の疑いも持たずに瞳は協力してくれた。調べなければ瞳は死ぬ。採取した血をスライドグラスに垂らし、蛍光色素のフルオレ繊維、はい、を加える、ある特定の光を照射することでより波長の長い蛍光を発する色素のこと。うん、フルオレ繊維、黄緑色の、液体。あ、この黄緑色の、はいはい、うん、一般に最も一度に最も使用されるケースは緑の日とも言われるセイントパトリックの、ああ、聖パトリックの休日、うん、祝日ね。セイントパトリックスデイってありますね。セイントパトリックデイ、ね、アメリカではね、よく。そうそうそう。最近は日本でもやるんやね。ほんま？いや、やるというか、スーパーには売ってない。セイントパトリックデイ。あ、いや、ちょっと注目してなかったですね。卵とかウサギとか。あれはあれでしょ、復活祭の。なんか違ったっけ？違う、これ違いますよ。何？緑で合わせるんや。そうそう、必ず何か緑色のものを身につけるっていう日ですね。アメリカのシカゴ州を大量のフルオレ繊維で緑色に染め上げて祝う。その卵とかウサギのやつはイースターです。イースターやせやせや。それを蛍光顕微鏡にセットして覗いてみた。まさか。大沢は自分の目を疑った。セイントパトリックでは日本ではやってない。そこには死神の釜がうごめいていたかな。うごめいていた、間違いない、うん、瞳は、うわウイルスに感染している。大沢は震える手でパソコンのマウスを握った。モニター上にあるウーアウイルスというフォルダを開いた。フォルダの中にはウーアウイルスが増殖する過程の画像が入っている。ダブルクリックして画像を開くと肉眼では見ることのできない姿が大写しになった。死神の釜が互いに絡み合っている。次の画像も見る。さらに増殖し、より集まったウーアウイルスは釜というより何かの幼虫を思わせる。そして最後の画像、絡み合って一つの塊となったウーアウイルスは大輪のひまわりのようだ。ここまで成長して人体に影響を及ぼすまでたったの12時間程度しかない。
現在の瞳は1枚目の写真の状態で、まだ助けることのできる感染度である。大沢は椅子の背もたれに全身を預けた。瞳を助ける方法はたった一つ、言うまでもない。完成間近の抗ウイルス剤を投与することだった。やっぱこういうことやろね。そうやね。使用で抗ウイルス剤を使うのは重大な服務規定違反である、はい、かといって一瞬やった。まあこういうことですね。はいはい、はい、かといって会社の上層部に臨床試験の申請をしている暇はない。たとえ重い処罰を受けようとも独断で行うしか道はなかったのである、うん、もっとも抗ウイルス剤の投与にはもう一つ大きな問題があった。副作用やろ。抗ウイルス剤が保管されているエリアは生化学研究棟の最深部となる。保管区域の出入り口には高強度の X 線検査装置があり、研究材料を持ち出すことが不可能になっている。ほう、レントゲンとも言う、うん、はい、抗ウイルス剤を持ち出すことができない以上、瞳を保管区域まで連れていくしかない、うん、そこに至るためにはまず一般研究所から研究棟から出る。続いて生化学研究棟の正面ゲートで警備員に ID カードを提示しなければいけない。はい、ID カードね。はい、そうですね。連れていけるか。うわ、すごい。おお。そら大沢さん一人やったら入れるやろうけど。うん。監視カメラが睨みを聞かせたロビーを進むと、突き当たりに保管区域への直通エレベーターがある。このエレベーターも ID カードを照合しないと動かない。このエレベーターか。うん。で、最深部に行くのね。すごいな、こういう構造になってるんだ。うん。さあ着きましたよ。およそ20秒ほどかけて地下1階に降りると、ようやく保管区域の入り口にたどり着く。ここまでは瞳を連れていてもなんとかごまかすことができそうだった。もし警備員に不審に思われても、極秘の血液実験だと言えばおそらく信じてもらえるだろう。そうか、問題はその先だった。最終的に保管区域に入るためには大沢と田中の2人の指紋認証が必要だった。つまり田中の協力がなければ抗ウイルス剤の使用は不可能なんだ。あー、それで電話するんか。うん。大沢は祈るような気持ちで田中に電話をした。必死に事情を説明すると、田中はあっさりと言った。わかりました、一刻も早く投与しましょう。もし会社に知れたら君も服務規定違反に問われることになるが、いいのか。何を言っているんですか、服務規定よりも人見さんの命の方が大切です。力強い言葉だった。迷っている背中を押してくれるような言葉だった。大沢は田中に心の底から感謝した。それよりも感激しました。田中が嬉しそうな声を出した。感激とは、やっぱり人見さんのことが心配なんですね。妙なことを言うので拍子抜けした。何を言ってるんだ、そんなの当たり前じゃないか。すみません、個人的なことに貴重な実験結果を使うというのが。実験成果。あ、ごめん、なんだ、私らしくないというのか。いや、はい、すみません。田中は今度は申し訳なさそうな声を出した。私をどんな人間だと思ってるんだ。そんな言葉が口から飛び出しそうになったが、思い当たる節もあるので我慢した。こういうこともあって田中さんにはね、絶大な信頼を置いてるんですが、はい、警備員に不審がられることもなく、大沢と田中は指紋認証が必要なドアの前に立った。まず大沢が人差し指をプレートに押し当てる。アクセプティ認証された。間髪を入れずに田中も人差し指でプレートを触れる。アクセプティッカーション Restricted area。 ロックが外れる音が響き、重厚なドアが開いた。抗ウイルス剤の小瓶を手にした時、あることに気がついた。はい、結果的にではあるが、ついに人体への臨床試験が実現したのだ。まあな、瞳を治療したいという父親の思いに、さらに研究者としての欲求が上乗せされた。早く早く、一刻も早く抗ウイルス剤を投与したい。大沢は興奮を抑えきれなくなっていた。
抗ウイルス剤を投与後、数時間で瞳の体からウーアウイルスは消えていった。すごい。発熱や痙攣など一時的な副作用はあったものの、やはり DDS でウイルスを叩くのは抜群の効果があった。ドラッグデリバリーシステム、ミサイルドラッグと呼ばれることもある。的確に患部まで薬剤を運ぶターゲティング標的指向性技術が特に重要であり、世界中で様々な試みが行われている。これ実際にあるものなんですね。そうやね、あの渋谷マークじゃないしね、瞳の命を救ったことと研究の成果が確認できたこと、どちらが嬉しいかと聞かれれば正直答えに困ったことだ。マジで。その後瞳にどこでウイルスに感染したのか問いただしたが心当たりは全くないようだった。とりあえず瞳には全ての事情を説明した上で固く口止めをした。お口にちゃ。あれから1週間、瞳の血液の中にはまだ DDS が分解されずに残っている。首筋あたりから血液を採取すれば簡単に DDS を取り出せる状態だった。DDS は首筋に残存している可能性が高い。これ渋谷のやつやね。うん、なるほど。はい。 DDS はいわば抗ウイルス剤の運搬装置だ。セルの内部には抗ウイルス剤が残留している。残留。当然のことながら人体のダメージが軽微もしくは無害でなければならない、はい。 DDS を手に入れればそこからごく微量の抗ウイルス剤を抽出できる。時間は少なからずかかるだろうが、細かく成分分析をしていけばやがては抗ウイルス剤を複製することも可能なのだ。少しずつ事件の本質が見えてきた。誘拐事件の犯人は研究所のセキュリティの強さを知っていた。そこで人間の体を器にして研究所から持ち出すという手を考えたのだ。手が込んでる。瞳がウーアウイルスに感染すれば絶対に抗ウイルス剤を投与すると踏んでいたのだろう。田中、怪しい。田中を犯人だと思えば指紋認証に協力的だったのにも納得がいく。クソ。大沢は髪の毛をかきむしりながら叫んだ。田中のことは最高のパートナーとしてずっと信頼してきた。どうしても裏切られたとは思いたくなかった。玄関のチャイムが鳴った。誰かが来たようだ。大沢さん、お客さんのようです。お願いします。お客さん、みのりかわか。梶原が大沢に声をかけた。こんな時に誰だというのだろう。君が出てくれ。わかった。じゃあまあわかったで行こう。じゃあ君が出てくる。自分からね出た方がいいよね、君が出てくれ。やってみます。はい。君が出てくれ。とても対応できるような心境ではなかった。できません。犯人に刑事が言うことを悟られてはいけないんです。梶原はきっぱりと言った。それなら会いにでも頼んでくれ。大沢はそう告げると梶原を追い払った。今は一人で考えたかった。田中が本当に犯人なんだろうか。しかしこういうウイルス剤が目的なら瞳に投与した時点でいくらでもやりようがあったんじゃないのか。本当にこういうウイルス剤だけが目的だったのか。ほんまやね。いくら考えても答えは出ない。何も手につかない心境なのでパソコンでまた占いをやってみた。で占いに頼んで。本当だよ。結果は同じで、あなたは仕事人間タイプと表示された。だって生年月日と性別ですもん。周囲への無関心さを改善しないと周囲から手痛い報復が待っているかも。これ変わったら逆にその占い適当やなってなるよ。そうそう、周囲への無関心か。大沢は心の中でつぶやいた。考えてみれば田中とは親しかったと言ってもあくまで仕事のパートナーという関係だった。田中という個人にまで踏み込んで付き合おうとは思わなかった。もっともそれは田中に限ったことではなかった。他人に対して興味が持てない、人間に対して関心がないのである。それをはっきりと自覚するようになったのは小学校1年生の誕生日プレゼントに顕微鏡を買ってもらってからだ。顕微鏡を覗いた時の衝撃は今も忘れられない。小さく限られた世界の中に無限と思えるような発見があった。それに比べて現実の世界は小さく見にくかった。右を向いても左を向いてもつまらないことでの絶えない、いさかいか、絶えない。いつしか現実の世界よりも顕微鏡の中の世界に惹かれるようになった。そこはまるで静かな凪の海岸のようだった。
砂浜に座ってずっと海を眺めていたい。いつまでもいつまでもこの世界に浸っていたい。気がつけば大人になり、夫となり、父親になっていた。周囲からは変わり者と思われていたようだが、なんとか社会と折り合いをつけて生きてきたつもりだった。その結果がこれだ。田中に裏切られたのではない。田中のことを知らなさすぎたのだ。そういうのあるかもね。あるかもね。手遅れになる前に周りの人にもっと関心を持つとか、私生活を改善するところから取り組んでみて。そうすれば絶対にいい未来が待っているはず。ああ、心にしみるでしょうね、この助言が。大沢は携帯を手にすると田中に電話をしてみた。愛があれだけかけてもつながらなかったのだ。おそらく出るはずもない。それでも電話をせずにはいられなかった。何回か呼び出し音が鳴る。諦めて電話を切ろうとした時だった。出た。どうしました？田中の冷たい声が耳に飛び込んできた。二人の間に緊迫した空気が流れた。でも電話に出てくれましたね。おー、キーパー静かに出てきた。静かに出てきたキーパーアウトが。じゃあとりあえず選択肢、立ち入り禁止がね、これかい。はい、お客さんに、はい、まあ会いましょうよ。はいね、分かった。仕方なく重い腰を上げた。どっこらしょっとぐったりとした足取りでリビングに向かうと、捜査員たちが緊張した顔でインターホンの画面を見ていたすごい光景や。怖いね。もう開けたお客さんもびっくりするよね不敵な笑みを浮かべた男が門の前に仁王立ちしている。見覚えのない男だった。どちら様ですか？警戒しながら大沢がインターホン越しに尋ねた。緑川だ。どちらの緑川さんですか？どちらもこちらも緑川といえば俺一人だ。ふざけてるんですか？そんな暇はない。開けてくれ。開けられるわけないだろう。噛み合わない押し問答が続いた。おい、いい加減に観念しろ。この俺が取材に来てるんだぞ。分かってるのか？取材？あ、そうだ、月刊噂の大賞の企画だ。月刊噂の大賞と聞いてピンときた。政略結婚の記事が載っていた雑誌だ。お前か、あんな記事を書いたのは。あんな記事？何のことだ。とにかく取材に協力してくれ。井田家だか。へえ、泣く腸に腹が立ってきた。ふざけるな。噂の大将に話すことはない。話を聞きたいのはあんたにじゃない。双子の娘さんの方だ。娘に緑山学園のミスキャンパスをダブル受賞したっていうじゃないか。インタビューさせてもらえそんな理由か。頭にきてインターホンを切った。こんな事態に脳天気なのにも程がある。別に向こうは事情を知らんから。おい、どういうつもりだ。大きな声が玄関のドアを突き抜けて聞こえている。この俺が頭下げて頼んでるんだぞ。頭を下げてないことはインターホンの画面に丸映りだった娘さんたちが留守なら連絡が欲しいと伝えてくれ。もっとお願いの仕方ってものが。大沢さん、これ以上騒がれても面倒です。梶原が困ったような顔をする。分かった、追い払う。大沢は門越しに緑川と向かい合った。いかにもマスコミという感じのしつこそうな顔をしている。名刺をもらっておこう、後で連絡する。緑川から名刺を受け取るとさっさと家の中へと戻った。大沢は書斎に戻るなり緑川の名刺をゴミ箱に捨てた。何も手につかない心境なので、パソコンでまた占いをやる。おい、結局占いに走るのね。おい、大丈夫か。おいねえ、もうちょっと精神状態が。あれ、ちょっと待ってよ、選択肢やり直してんやったっけ。そうです。あ、そっか、じゃあ別にいいや。はい、なるほど、同じやね。うん、なんか3回目占いしてんのかと思ったそうか、で同じか、でキープアウトやね。そうですね。はい、さてどうしましょうか。今なんかジャンプ出たよね、うん、緑川に。あ、そう、2つあるんですよ。どっちも緑川ですね。こんな短い間に2個なあ、2個ある。多いな。これ刑事。
さあ、緑川へ行くか、タマ、元井、そうやね、マリアに行くか。確か可能、可能やったっけ、バッドエンドにならないために、そう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 、マリアが、ぬいぐるみをね、コンビニの店員さんに託すっていう選択肢を選ばないといけないわけですよ、ね、はい、これやね、はい、そっか、そっちかなあ。じゃあこれぐらいは自分で何とかしよう、はい、まあ自分で何とかしてないと思うけどそれでは可能やね、がお、変わってる、行きましょうか、からやね、タリック発見。今度は笹山さんは何か別のものに変装してるんですかね。